アンゼルム・ヒュッテンブレンナーは、オーストリアの作曲家。ルートビヒ・バンベートーベンとは親しい間柄で、彼の死に立ち会った二人のうちの一人となった。フランツ・シューベルトとも親しく付き合い、彼の解雇録は、シューベルトの電気研究において、興味深くはあれどもおそらく信頼性の低い文献となっている。裕福な地主の息子として、グラーツに生を受ける。グラーツ・ライシムに通い、 グラーツ大学で法律を治めるも、この頃には作曲を行っていた。モーリッツ・フォン、フリース伯爵は、ヒュッテン・ブレンナーのピアニストとしての再格に感銘を受け、その勧めに従った。彼は、アントニオ・サリエリの下で学ぶべく1815年に、ウィーンへと立った。その後まもなくして、初の出版作品が世に出て、1816年には、 原学史重奏曲が発表された。1818 18年には一時グラーツへ帰郷するが、翌年にはウィーンに戻り、役所勤めで生活費を稼いだ。1821年には一族の領地を相続して結婚もしている。後年、死の床にあったベートーベンを見舞った際には、私はあなたの訪問に値するようなものではないとの言葉で迎えられた。 1827年3月26日のベートーベンの最後も見とっており、その時に他に合わせたのはベートーベンの家政婦だけだった。その瞬間を記念すべく、ヒュッテンブレンナーはベートーベンの紙から一棒を切り取っており、現在はベートーベン一家を記録した本と共にフックス音楽院に収蔵されている。 三人の友人ヨーゼフ・エドアルト・テルチャーが1827年、シューベルトは、サリエリの同窓だったヒュッテン・ブレンナーと1815年に出会って、以来進行を結び、三十六の部曲 D365 の第二曲を検定した。そして1817年にヒュッテン・ブレンナーの、弦楽四重奏曲補聴調作品12の、感情学賞の次第を使って、 ピアノのためのヒュッテンブレンナーの主題による変奏曲端調 D576 を作曲している。また、1823年頃、シューベルトはヒュッテンブレンナーの兄弟であったヨーゼフを通じて未完成公共曲の奏功を彼に送付している。この奏功は1865年にヨハン・ヘルベックがグラーツ近郊のオーバー・リッツに キュッテン・ブレンラーを訪ねるまで彼の手元にあったが、ヘルベックは楽譜をウィーンへと持ち帰って1865年12月に、初演を自ら指揮することになる。1825年から1829年に、かけては、シュタイアー・マルク楽友協会の指揮者の職を務めた。1828年12月23日の、シューベルト記念礼拝ではレクイエムハタン長が演奏された。 ヤーコプ・プローバーの信奉者だったヒュッテン・ブレンナーは1840年から神がローバーに語らせたとする言葉の書き取りに積極的に参加するようになった。73歳でオーバー・アンドリッツに没した。ヒュッテン・ブレンナー生前の写真ヒュッテン・ブレンナーの作品の思考譜は一部が散逸しているものの大半が子孫の手元に残されており2007年に グラーツ国立音楽大学の大学図書館に寄贈された。同施設に赴けば調べることが可能で、また全品目が大学図書館のオンラインカタログで検索可能となっている。その作品は非常に戦立に飛んでおり、いくらかオペラ的である。ありがとうございます。